はい、こんにちは。蜘蛛巣亀での雌雄の違いについて喋っていこうと思います。こちらはキバラクモノスガメです。こっちがメス、こっちがオスです。ちなみにこっちのオスの方が年上です。まあ、サイズは、まあ、オスの方がぐっとちっちゃいですね。ほら、頭のサイズとかはそんな変わらないんだけど、卵を入れる分、メスの方はこっちの下のスペースがぶわっとこう空洞な感じで大きく取られてるんですよね。まあ、空洞って言い方しちゃうとあれだけど、内臓がこのほとんど卵をこう貯蔵できるように、だからメスの方が比較的大きくなりやすいんだけど、オスよりか亀の場合は、まあ、種類にもよるんですけどね。まあ、ケヅメリクガメなんかオスの方が大きいのかな、あれは。で、まずオスの方、で、メスの方。これもやっぱし生まれた時は本当わからないと思うんですけどね。この尻尾の違いもう見て分かる通りで、まあでもね、これ単体だけで見たらさ、結構立派な尻尾してるから、あれだよね、オスだと思っちゃう人もいるかもしれないよね。実際昔そういうことあった。 で、これがオス。ほら、復甲も少しくぼんでて、この復甲のサイズもこうメスに比べてちょっと小さいような感じしませんか？この下の方が、尻尾の方がぶわっと出てて、で、尻尾も全然立派っすね。メスよりか断然立派。やはりサイドもほらメスの方が垂直で、オスは若干だけどこう円弧板が張り出るような感じですね。ただもう見ても分かるようにさ、手足だとか頭のサイズとかは一緒なんですね。これだけ構造違うんだけど。で、まあ、クモの巣亀って、まあ、この模様から来てるんですけどね。ぐるーって回って で、これとかももう、ほんとクモの巣みたいじゃないですか。これもぐるーって回ってるでしょ。まあ、これもね、すごい個体差が激しくて、まあ、一応、足としては3足いるんだけど、北蜘蛛の巣、キバラ蜘蛛の巣、南蜘蛛の巣で、その3足の違いっていうのはもうこの上から見るんじゃなくて、こっち向こう側で、キバラ蜘蛛の巣っていうのはこうやってプレーンな感じで模様が全くなくて、これちょっと汚れ、これは汚れてるだけですから、多分なんか昔あれで赤玉土かなんかで飼われてたのかな。で、ここに蝶番がある、蝶使い、この閉まるように、箱亀になるように。ほら。で、これがあって、復甲が無斑なのが、キバラクモノスガメ。で、この蝶番がないのが、蝶番がない種類があるんですよ。そして、復甲に無用が何もないプレーンのやつが、北クモノス。で、このように同じように蝶番があって、ここサイドに、ピッ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 って、ちょっと筆で描いたような模様が入ってるやつがいるんですよ。それが南クモノスガメ。ただほんと個体差激しいっす。まあ、カメ全部に言えることなんだけど、いろんな形してて、で、上から見たんじゃ、ほんと見分けられないですね。で、まあ、その、ほんと個体差が激しいカメなんですよね、これ。俺もたくさん見てきたけど、クモノスガメに関しては。まあ、中にはヒラオリクガメとクモノスガメのハイブリじゃないかなと思えるようなカメも見てきたし、で、昔は結構大量に入ってたりしたんで、ほんといろいろ違うのが戻ってた。違うっていうか、まあ個体差があるのが。ただ、まあ、中には、まあ北っぽくてもなんか蝶番があるだとか、そんなのもいたけどね。で、まあ、うちでもまあ繁殖狙って頑張っていこうと思うんだけど、まあまだ小さいかな。こっちなんかはもう成熟してそうだけど、こっちのメスはちょっとまだっぽいっすね。まあ普段あんまりこう水につけたりしないんですけど、僕。温浴とかも体温の急上昇だとかそういうのが起こるんで、ちょっと、まあ便を取りたいときはいいかもしれないけど、
あんまりやんないですね、僕は。今日はちょっと撮影するのに汚れてるとあれだから、ちょっと水の中に入れたけど。まあ、ほとんどアダルトサイズなんだけど、まあ、こんな感じでちっちゃい、可愛いカメなんですよ。それでは皆さん失礼します。